こんにちは、観音崎自然博物館のジョーでーす。ゆっちゃんです。今日はアニプラ祭りということで、はい、皆さんにはいろいろ準備してもらってるんですけども、アニプラ祭りということで、ある本を紹介してもらおうと思って今日は、でこの本なんですけども、これです。反対だった。小園さんの、小園明さんの比べてわかるトンボということで、ちょっと皆さん見てください。アニプラ祭りにちなみに小園さんは来てないんだけどね。うわ、すげえ。そう、比べてめっちゃいる。わかるんですよ。でね、例えばあの秋茜とかさ、結構なんかあんまりみんなわかんないでしょ。難しいですね。そうなんですよ。でとかも、見分け方、これ比べてっていうのは重要ですよね。あの他の原色とかだと1ページにその1匹が1種類が詳細書いてあるから比べにくい。そう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 、並んでるからめっちゃ分かりやすい。そういうことなんですよ。まあね、アカネとかに限らずね、まあ、サナエだったり、糸トンボだろ、ここは。糸トンボもね、糸トンボもこれこれこれ、こういうのいいよ、こういうの、この特徴が並べてあるところ、そのもうちょい先だっけ、特徴がさ、バーって並べてある。そう、これこれとか、すごい、これか。そう、チャール、えぐい。並べて比べられてるとは素晴らしいよね。はい、ということでですね、小園さんに今こういう本を出したので、いくらだったっけ、後ろに書いてある、デデン、1980円。そう、安い。これはそう、写真もめっちゃ綺麗だし、写真の品質とかの紙もいいし、それでこの値段っていうのはもっと高くした方がいいんじゃないかって僕は思うんだけど、でぐらいに素晴らしい本なので、ぜひ皆さんよろしければ買ってください。はい、ということで君たちにこれをプレゼントします。イエーイ。ちょっと待ってくださいね。君たち3人がこの YouTube にさ、今まで貢献してくれたし、中学も卒業したし、イエーイ、無事卒業できた。それでその祝いということで、小園さんのサインもいただきました。裏に書いてありますので、3人分。言えない、どこ、書いてない。小園さん忘れたんじゃないだろうな。え、サイン、うん、どこに、小園さん、どこに書いたんですか。あれ、書かせてもらいます。小園さんにサインお願いしたんだけど書いてない。あ、小園さんの匂い、小園さんの匂いしますか。え、何サイン、サイン書いてもらったんだけど、書いてくださいって頼んだんだけど、え、ないよ。そう、忘れた。おっと、あった、あ、そこそこそこ、え、よかった、え、どこ、おっと、一番前、はい、前、前、前か、前、あった、あった、すげー、なので、やった、皆さんに、やっとプレゼントです。はい、小園さん、こんだけ僕、宣伝したので、今度は小園さんも YouTube に出てください。よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございます。はい、というわけで、今日はアニプラ祭り、これから取材していきますので、そちらの方も見てください。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあ一旦ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、やった。